こんにちは、アンナスです。今日は、アンナスの和の刺繍っていう本の中から、お寿司の刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。では図案を写します。チャコペーパーをめくると中にインクがついているので、インクの方を下にして上に図案を乗せます。で、力を入れてなぞります。はい、写せたので枠をはめます。枠は外すと小さい方を下にして、間に布を挟んで、でネジは上にしておきます。利き手にあると1回ずつ絡まるので、ちょっと作業がしづらいで上にしておきます。でネジをしっかり締めてから、布をピンと張った状態を保って刺繍を進めていきます。ではお寿司の刺繍をします。お寿司はこの私の本のアンナスの和の刺繍の本の中にあるこのお寿司のページのこの3つを同じように刺繍しようと思います。なので図案は本からコピーして写しています。では早速端っこのエビから刺繍しようと思います。エビのこの具の部分から刺していくんですけど、まず白で塗りつぶしていきます。最初、並縫いをして玉留めの代わりのものを作ります。一つ前の穴に戻すと、これで絡まって止まっているので、出てるところをハサミで切ります。で、エビの身の部分なんですけど、繊維がなんかこうハの字にこうなっていたと思うので、まあなんかこう切り開いているわけですよね。なので基準の1本をこういうふうに入れます。でサテンステッチなので、このまま隣隣って感じで刺し埋めていって半分ずつ埋めていきます。なのでこの下の部分をまず最初全部埋めて、終わったら残りの部分も埋めていきます。これで続きも平行にずっと尻尾のところまでずっと刺していきます。こっち側が右側ができたので、左側も同じように刺していきます。でちょっと斜めに角度をつけて、こういう角度ですね。だからこのハの字になるようにして、でこれもサテンステッチで平行に埋めていきます。で次に赤い刺繍糸2本取りで、まず裏に絡めます。もう玉留めしなくても最後みたいに裏に2回絡めれば絡まって止まっているので大丈夫です。で、エビのなんかこう柄みたいな感じ、模様というか、火を入れるとなんかこう赤くなりますよね。そういう感じの柄を入れていきます。平行にストレートステッチで、さっき刺繍した向きと、まあ、ほぼ同じ感じ。あんまり下の糸は気にしなくていいんですけど、下の糸の向きが今この先の方だと横横になってるんですけど、この柄はちょっと斜めにした方がエビらしさが出るんで、あんまり下のは気にしないで。で反対側も、4本、5本入る人は5本入れていただいて、
3本はちょっと少ないかなと思います。まあ、本数はそこまで気にしなくても大丈夫です。で、尻尾の部分ですね。尻尾の部分はまずここが横横に刺します。この部分はなんか食べた時にこう身が入ってるところですよね。でこの後ろのところが本当に尻尾の先でなんか焦がすともろもろになんかカリカリになるところなんです。ここは尻尾だけどちょっと中頑張って食べると身が入ってるところ、それを今やってます。でこの先も同じように横横に刺していきます。なんかできればちょっと尻尾の先がこう開いてるといいんですけど、まあそこまでちょっと細かすぎて無理なので、ちょっとこんな感じで少し変化をつけてみましょうか。ちょっと向きを変えて、ちょっとここに切り込みが入りました。こんな感じです。で裏に絡めて、これでエビの部分ができました。で、お寿司のお米のところなんですけど、6本取りを束で取ってください。サテンステッチをするときって1本ずつほぐさないといけないんですね。このよりって言ってこう糸がねじれてるんですけど、そのよりをほぐしてやらないとサテンステッチがこうねじれてしまってきれいにいかないんですけど、今回はお寿司のところなので、あんまりこれをばらしてしまうとだんだん刺繍しているうちに1本だけこうピロンって出てきたりとかすることがあるんで、もう今日はこのまま使います。でこれも裏に絡めて、でランダムにお寿司を、寿司飯の部分ですね、やっていくんですけど、これがなかなか感覚的なやり方なのでちょっと難しく感じる人もいるかもしれないです。まずちょっとステッチがちっちゃすぎましたね。あんまり長いと怠米みたいになるんで、昔やったおにぎりの時を見てらっしゃる方を思い出していただくと、ここが今ちょっと斜め45度ぐらいなので、隣は横向きにします。なんか横なのか斜めなのかちょっとわからなくなるんですけど、であっちこっちランダムにするんじゃなくて、端から次は縦とか、隣同士同じ向きにならなければ、縦か横か斜めのどれかをうまく駆使して埋めていってください。これだとここが横だからちょっと斜めにしておこうか。こんな感じです。なんかランダムにいろんな場所からこうちょっとずつやっていくとちょっと難しいと思うんで、端から順番に埋めていくって感じの方がいいと思います。はい、ではエビのお寿司ができたので、次はマグロかな、マグロに行きます。またこのネタの部分から、ネタっていうんですかね、このマグロの部分からやっていきます。サーモンかな。まず縦に1本入れて、で半分ずつ埋めていくんですけど、後で脂身の部分、なんか白でアウトラインステッチをするんですけど、まあそれのことは考えなくていいです。一旦この
この形を全部サテンステッチで埋めるっていう風に考えてもらって、まあ、とりあえず全部埋めてください。はい、ではこの赤身の部分ができたので、上からアウトラインステッチでなんか脂身というか筋みたいなのを入れていくんですけど、いきなりやるの難しいんで、ちょっとペンで、チャコペンで軽くでいいんで、図案とか見ながら絵を描きます。これ後でお水で消せるので大丈夫です。なのでなんか目とか刺繍するときに心配な方はこういう風にして刺繍糸の上からチャコペンを描いても大丈夫です。で裏に絡めてアウトラインステッチをしていきます。まず端から一目作ります。でちょっと先に出して、最初に作ったステッチがちょっとあまりにもまっすぐなので、少し針でギュッと曲げてから糸の下に刺します。でまた次ちょっと先に出して、2個目の糸がまっすぐなのでちょっと押して糸を割らないで糸の下に入れます。これの繰り返しです。で最後糸がちょっと浮くなっていう時は同じ穴から出してちょっと曲げるだけのステッチを入れて、まあ、全体的がこう綺麗にカーブになるようにうまく調整してください。でまた次はい、ではアウトラインステッチができたので、またこのエビの時と同じようにご飯の部分をストレートステッチで埋めていきます。はい、ではこのお米の部分ができて、こっちは完成です。で次は、卵に行くんですけど、海苔が巻いてあるのでまず海苔からですね。手前にあるものが先なので、この角のところに基準の1本を入れます。こうするとこっちの端からやるよりもやりやすいです。こっちの端からやるとだんだんもしかしたら向きが変わってここに到着するときちょっと斜めとかになっている可能性もあるので、この真ん中の角から始めると、上の部分もこの脇の部分も刺しやすいです。でこれもサテンステッチなので、もうひたすらこの糊の部分を刺していきます。はい、では糊ができたので今度は卵をこの糊のここに合わせて1本入れます。これでもうあと平行して楕円形を半分作ります。でこっち半分が終わったら奥の半分楕円形もやっていきます。はい、では卵の上の部分ができたので、ちょっとこの厚みのあるここの高さの部分を刺繍していきます。これは、まあ、さっきと同じですね。糊に合わせて縦に刺していくだけです。で残りの部分もこんな感じでずっと平行に刺していきます。
で、これが終わったらまたご飯の部分をやっていきます。はい、では卵ができたので、またこのお米の部分をランダムに刺していきます。はい、では全部できたので、お水で図案を消します。さっきここのアウトラインステッチもちょっと下書きをしたので、そこもちゃんと消しておきます。はい、以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。あと、いいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。